皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。今回ですけども、久しぶりにホイホー以外の戦略ゲーム、シビライゼーション6をプレイしていくよ。説明するよりやった方が早いので、早速ゲーム開始。マップは方向性だけ決めてランダムで生成されて、フィールドには異なる2つのユニットがいる状態だね。このユニットを使いこなして、敵を倒していけばいいゲームなのか？そういう勝利の仕方もあるね。このゲームはよくある戦略ゲームみたいに、敵を叩き潰しても勝利なんだけれど、ロケット作って宇宙に行ったり、マリサ教は世界最強と、宗教を広めたりする、勝利条件が全部で4つあるんだ。でも今回はわかりやすく行きたいから、敵の首都、自分以外には5カ国いるんだけれど、その首都を全て制圧するのを目標にしていくよ、と目的発表している間にも、今回プレイするドイツの首都、アーヘンが誕生することになったよ。私初心者だから、ゆっくりめに説明を頼むぜ。では時を戻して、このフラッグみたいなユニットがいるじゃろ？これは新しい都市を作れる開拓者というユニット。お隣のコンボーマークのやつが、マリサ UI 決死隊だね。それだけは嘘だとわかるぞ。で、ユニットを作るにはまず都市がいるから、開拓者を使って、適当なところで都市を作っていこう。都市を作ったら都市や領域の強化もできるけど、最初は石膏でも作らせておこう。もちろんいつまでも住民がすっぽんぽんの、パッパラパーじゃ困るから、筆記だとか弓だとか採掘だとか、そういった技術を研究することもできる。何を取ればわからないときは、これ取ればいいよとおすすめを表示してくれるから、最初のうちはそれに従ってもいいかもね。じゃあ決死隊を使って、周囲の状況を確認していこうか。とぶらりと歩いていたらいきなり相手となる、ローマのカエサルの陣営を発見。いつものセタリアじゃなくてローマだから、手こずりそうな相手だな。正直序盤に会いたくない相手でもあるんだけど、何も相手は全員敵というわけでもない。ひとまずお会いできて光栄だとか言って、マリサのセクシーな絵でも送りつけておこう。UI 決死隊に隊長をボコってもらおうか。すみません、勘弁してください。早速生産を頼んでおいた。石膏が誕生したよ。石膏は何に使うんだ？基本的には序盤は周辺マップがわからないから、周囲を探るために使ったり、戦士や投石兵ほどではないけど、最低限の戦闘能力はあるよ。なんか東側の方に、赤い色をした石膏と、ナンマドールって都市があるな。こいつらは何なんだ？まず赤いやつは蛮族って言って、都市を見つけては略奪や戦いを挑んでくる、100%野郎どもだよ。弱い 100% ならまだ良かったんだけど、万が一石膏に都市の位置を知られて、その場所を敵の本拠地に知られると、厄介な敵がラッシュでその都市にやってきて、下手したらゲームオーバーになっちまう。そしてピンク色の都市は都市国家って言って、基本的には殴らない限りは中立勢力なんだけど、代表団を送って仲良くなれば、彼らの兵士を徴兵、すなわち傀儡に近い扱いにすることもできるのよね。まあ都市国家が本格的に絡んでくるのは中盤以降だけど、蛮族は序盤の邪魔者と言っていいくらい放置すると面倒くさい。早速石膏を向かわせて、敵の本拠地を見つけに行こう。さっき選択した研究が終わったみたいだぞ。もう一つ社会制度ってのが終わったらしいが、これは何なんだ？これは例えば蛮族との戦闘力が上がったり、都市の生産力を上げたりすることができる、政策っていうのを解放することができるよ。この政策次第で、稼げる金額が一気に跳ね上がったり、ユニットの生産スピードが大幅に削減されたりと、かなりバカにできない内容だから、きっちり選んでいこうね。フィールドに民家みたいなのを見つけたと思ったら、自然遺産を発見したぞ。これらは何に使えるんだ？民家っぽいのはユニットで制圧すると、お金がもらえたり、新しい偵察ユニットがもらえたりするんだよ。自然遺産はぶっちゃけ言うと僕もよくわかんない。そんな調子で大丈夫なのか隊長。宗教系のツリーである、先生術の研究が早まるっていう利点はあるんだけど、それ以外の使い道まではわからんぽんなのよ。何せ数年ぶりにこのゲームやるからね。未プレイ期間が長すぎるが、大丈夫なのか？幸い DLC を突っ込まず、新しい要素があるわけでもないから、まあ最低限は戦い抜いていけると思うよ。ひとまず社会制度と技術研究は、止めずにガンガン回していこう。石膏を追いかけていたら、蛮族の本拠地と思われる場所を発見。強そうな槍兵がいて、さすがに石膏だけじゃ勝てなさそうだな。今戦士を向かわせているけど、それでも戦力的には五分五分だ。今生産で投石兵を援軍として作っているから、そいつを援軍に差し向けようか。なんか蛮族が船でやってきちまったが、ドイツ人民は今全員金槌だから、海上戦力はムシムシ。それじゃあ戦士も到着したことだし、蛮族に攻撃を仕掛けていこうか。ユニットには相性関係とか、攻撃時一方的に殴れるとか、特徴があるんだけど、戦士と槍兵はほぼ一緒くらいの戦闘力。他にも傷ついていたり政策だったりで、この辺のダメージ計算は変わってくるから、右下の表示を見て、攻撃したり守りを固めたりしよう。投石兵が来るまで無理な攻撃は控えようと思ったんだけど、敵側に新しく戦士が湧いちゃって、
戦力的にヤバいので戦闘開始。大急ぎで敵の本拠地を抑えに行くよ。石膏もさっき戦えるって言ってたが、本当に最低限の戦闘力しかないんだな。しかしヘルニアチャンネル降霊、スキルゴリ押しによって攻撃開始。大丈夫なのかそれは。終盤ならともかく、序盤は生産力的にユニットの損耗は痛いんじゃ。最悪石膏はさっきの民家から一人拉致って、作り上げてきたから問題ない。迎え撃つんだ石膏、よし勝つことができたぜ。この先もこんな無茶な戦闘が続くんだろうか。幸いレベルアップにより体力回復、戦士を使って蛮族の本拠地制圧に成功したよ。序盤の戦闘で狙っていきたいこととしては、この投石兵を使って蛮族を倒すことだったりする。投石兵ってそんな強いのか？投石兵が強いっていうよりかは、その先の弓が序盤では強いのよね。投石兵で倒すことで弓の研究が半減するから、早い段階で軍事力を強化することができる。今やっている筆記が終わったら、畜産から弓術を取っていこうか。苦労してようやく蛮族の基地を抑えたと思ったら、東側にもう一個本拠地みたいなのが新たに湧いてるな。蛮族くんたちはこっちの陸軍の疲弊度も知らず、場合によっては裁ききれるかってペースでこっちの行動を邪魔してくるからね。ひとまず北側の戦士を撃破したら、ズタボロだけど3つのユニットで、やり兵と敵基地を抑えていこう。その間今度のアーヘンでは、お金が貯まったのでもう雇ってしまえと、労働者を雇用。これは最初に見た開拓者と同じで、戦闘ユニットっぽくはないな。労働者は各隊伍に一定の施設を建設することができて、例えば今建てた採掘艇なら生産力が上がったり、農場なら食料、他にも例えば中国とかだと、固有の万里の長城を作れた気がするよ。まさに都市の基礎能力を上げてくれるユニットというわけか。それはいいんだけどさ隊長、北側の部隊がみんな瀕死なんだが、僕の辞書にはゴリ押ししか載ってない。ギリギリ倒せるだろうから、やり兵を強引に倒しきるんだ。というドイツ軍の気迫に負けたのか、瀕死のやり兵は一目散に本拠地に撤退。これなら石膏程度でも倒せると、本拠地に突っ込ませて北側の問題は解決だよ。よく見ると北側の土地は、すげえ小麦がいっぱい取れる場所だな。資源はこれでも平均の設定なんだけど、確かに4つも近くに固まっているのは、あんまり見ない状況かね。将来的に北側の川沿いにでも、新たな都市を建設していきますか。あれ、よく見ると開拓者がもうアーヘンの近くにいるな。蛮族もいて危険そうだが、南側に都市を作るのか隊長？このゲームには相手となる国、すなわち今で言えばローマの近くに都市を建設すると、うちの近くに都市を建てるな、危ないじゃろうがと注意される。で、それを無視して建設すると仲が悪くなるし、もっと直接的に言えば、ローマに攻める最前線基地が欲しいから、早めに間の土地を抑えておこうという算段さ。と偉そうに語っている割には蛮族に労働者パクられてるが、やろうこっちは連続戦闘で疲れているって時に。まあゲームを有利に展開させるには、都市の数こそ絶対的なパワーだ。てなわけで第二の都市として、コロンを建設、ローマを攻める前線基地の役割をしてもらうよ。でもよりにもよって蛮族の基地の近くに都市を建てるとは、今石膏しかコロンにはいないが、襲われたりしないか？その辺に関しては僕なりに方法を考えているさ。まあ戦うのはうちじゃないけどね。とりあえず奪われた労働者を取り返し、奪った石膏をボコボコにしてだね。本土に戻った労働者は、小麦資源の上で農場を建設。資源の上で農場を建設したことで、灌漑の研究時間が短縮されたんだぜ。そして筆記研究を終わらせたことで、新たにキャンパスを建てることができ、せっかくなので新都市コロンで建設していくよ。労働者に向かわせて建設させるんじゃなく、領域内に直接指定して建設していくんだな。キャンパスにはどういった効果があるんだ？今まで採掘とか畜産とか研究してきたわけだけど、その研究スピードは画面左上の、青い数字、今で言うと 4.2 っていう数値で決まってくるんだ。キャンパスはその研究力を上げてくれる効果があるんだよ。まあ最悪建てなくても、都市自体に研究力もあるから、なんとかなるっちゃなるんだけどね。技術研究が早く進めば、一つ先の軍事技術で敵を叩き潰したり、最初に言ってたロケット飛ばして勝利するっていう、勝利の仕方もしやすいということか。そのあたりは目指す勝利方法や、地形によっても、建設の頻度とかは変わってくるだろうね。さてコロンのすぐ近くにある都市国家だけど、ナンマドールといった都市国家の部隊が戦闘してくれており、こっちは無駄な被害を出さずに済んでいたよ。さらに彼らが削り切ってくれた蛮族のユニットを、フランスお得意の漁夫のリスタイルで、いただきますと軽く制圧。隊長うちドイツなんだが、細かいことは気にしない。その後ローマから見て北東方面、ちょうどドイツ軍戦士がいるあたりに第三都市を建てようとしてたところ、ローマが第二の都市を作ったようで、わざわざここはいただいたよと言わんばかりのドヤ顔をかましてきたよ。なんだかよく見るとローマともう一つの都市には道が引かれている気がするな。これはローマ特有の能力で、すべての道はローマに通ずを再現して、
新しい都市を建てた瞬間、必ずローマに通じる道も引かれることになる。道沿いに歩けば移動コストが削減されて、ワンターンで長い距離を移動できるから、内政面でも軍事面でも、素早い拡張ができるんだ。おまけにローマは早い時期に固有かつ強い戦闘ユニットがいたはずだから、序盤はとりわけ強い部類のはずなのよね。しかしそのローマに対抗するための弓の研究が完了。ついでにコーナーや徹底的に戦ってやると、三つ目の都市ハンブルグを建設していくよ。なるほど、部隊のアップグレードが領内ではできて、お金を払えば今までの投石兵が、弓隊に強化されるのか。時代が進めば機関銃や戦車とかにまで強化できるから、優位に立つためにも、陸軍の研究は進めていこうか。ローマの近くに都市を建設したことにブチ切れてか、ローマがドイツ帝国を非難してきたよ。マリサさん絨毯にくるまってカエサルなだめてきてよ。私は献上品でも賄賂でもないぞ。とギスギスした状態が続いている中、蛮族がローマに向かってアクセルシンクロしてきたから、ローマ軍が多少疲弊して攻撃のチャンスに、というよりこれ以上ローマに都市を作られたら、100% 面倒になるので、最速でぶっ潰すことに決めたよ。ただすごいタイミングで蛮族がわんさかって、ドイツ軍が吸収されることになった。リアル背後からの一突きしないでもらえます？しかしローマをこれ以上放棄して、防壁でも作られたら攻略はさらに難しくなる。お互いすでに憎み合っているから、ドイツ帝国はローマに対して、全布告していくよ。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、コメントの方、よろしくお願いするんだぜ。